大安寺。大安寺は、奈良市中心部にある高野山真言宗の仏教寺院。本尊は十一面観音。会期、創立者は、聖徳大子と伝える。なんと七大寺の一つで、奈良時代、平城系から平安時代前半は、東大寺、幸福寺と並ぶ大寺であった。縁起によれば、聖徳大子の建てた、熊しこり少女、熊ごり仕様者。 熊しこり道場とも、が、漢字となり、その後に、移転や解消を繰り返したとされる。平城系に移って、大安寺を称した時のがあらんは、東大寺、幸福寺と並んで壮大であり、東西に二期の七十頭が立ち、七十頭を持つなんと、七大寺は他には東大寺のみ、南大寺の別名があった。この時代、東大寺大仏海岸の同志を務めたインド像。 母大千名をはじめとする歴史上著名な僧が在籍し、日本仏教史上重要な役割を果たしてきた。平安時代以後は徐々に衰退し、肝心元年、1017年の火災で主要道東を消失して、以後はかつての流星を回復することはなかった。現存する大安寺の道具はいずれも近世末近代の再建であり、規模も著しく縮小している。 奈良時代に遡る遺品としては、8世紀末頃の政策と思われる木彫仏球体が残るのみである。当時の歴史については、天平19年、747年の大安寺藍縁起並びる騎士財長、大安寺藍縁起並びにいる騎士財長以下、大安寺市財長と、聖史、日本書記、俗日本の記述が根本資料となっている。 これに揺れは、病床の聖徳太子を、田村美子、後の女名天皇が見舞った際に、美子に、熊しこり少女を大事として造営してほしいと告げた、という。大事とは、文字通り、大きな寺の意味でもあるが、原義は、指示に対する、漢字の意である。熊しこり少女は、山和郡山市ぬかたベに現存する格安寺、ぬかた寺がその後とも言われる。石田主作は、 熊しこり少女イコール、ぬかた寺説を取ったが、福山敏夫は、熊しこり少女をぬかた寺に当てる説は、鎌倉時代の聖徳太子伝式に初めて見えることなどから、熊しこり少女の実在自体を疑問視し、日本仏教交流の祖とされる聖徳太子を創立者に固くし、伝承と見る。平安系に移ってからの大安人のガラン整備に力のあったそう、同時が、 ぬかた市の出身であるところから、ぬかた市の宇治寺であるぬかた寺と関連付けられたのではないかと見られている。田村巫子は、大使の意向を受けて、即位後の女名天皇十一年、六百三十九年、九だ川のほとりに大宮と大寺を建て始めた。初期の同年七月上には、今年、大宮及び大寺を造作、作らしむ、すなわち、隅川のほとりをもって都の都市とある。これが、 くだら大宮とくだら大寺である。くだら大寺は日本最初の漢字であり、国の大寺として尊すを集めた。初期によれば、大化元年645年8月には、光徳天皇が大寺に使いを派遣して重視を定め、この時、恵みたえ、えみともがくだら大寺の自主となっている。くだら大寺の位置は長年不明であった。 奈良県北葛城郡広陵町のくだ寺をくだ大寺跡とする説は江戸時代からあったが、飛鳥から遠く離れた道地と除名天皇との関連は明確でなく、付近に天皇根流の寺院らしき寺跡の発見や古河原の出土もない。奈良国立文化財研究所、現奈良文化財研究所による調査の結果、1997年、平成9年に、 奈良県桜井市南西部にある、キビ池廃ハイジアト・大寺跡と推定されるとの見解を発表した。この寺跡は、藤原宮跡の東方、かつて、いわれと呼ばれた地区にある。その後、2002年、平成14年まで継続された、発掘調査では、キビ池廃ハイジの画乱の様子が明らかになった。キび池廃寺は東に近藤。 西に塔が立つ放流寺式伽藍配置の寺院であったことが明らかになり、発掘された古瓦の様式年代からもこの寺院が、除名天皇十一年六百三十九年に建立されたくだ大寺に該当す可能性は高いと見られている。また中心伽藍跡の北部が溜池になっていることもあり、行動の跡などは確認されていないが、近道、東、東、西、 南の回廊などの跡が確認されている。近道跡には、礎石は残っておらず、柱の配置は不明だが、基段は、東西が37メートル、南北が25メートルで、南側の張りがし部を含むと南北は28メートルとなる。塔の基段は一辺32メートルの大規模なもので、規模から見て90塔が立っていたと見られる。回廊の東西は、 外側柱間の距離で百五十六点二メートルとなり、高来弱の四百四十尺に相当する。響池廃寺から出土した瓦は、軒丸瓦が、十軒分園短弁八弁連芸分、軒平瓦が水かずら唐草文径押しで、軒丸瓦、軒平瓦ともに、わずかに、デザインの異なる二種類がある。このうち、軒丸瓦は四天皇寺と海江寺で同伴瓦が、 使われているが、瓦面の傷などから判断して、四天王寺、海江寺よりも、キビ池廃寺湿度瓦の方が先行して、制作されたとみられる。一方、軒平瓦は2種類のうちの一つは、交流寺の前身である若草瓦で同伴瓦が使われているが、こちらは、キビ池廃寺湿度瓦よりも若草瓦瓦の方が先行する。類のは、山田寺でも使用されているが、 山田寺で土河原の方が、様式的に後のものと見られる。以上のことから、木ビ池廃寺の混流は、法隆寺の前身の若草ガらんより後で、除名天皇十三年、六百四十一年から、混流の開始された山田寺よりは先行する、六百三十年代から六百四十年代、はじめに位置づけられる。これは前日のくだ大寺の混流が開始された、年代と符合する。また、 建物の規模の大きさに比して、河原の出土量が少なく、近藤や、塔の礎石は、全く残っておらず、火災にあった形跡もない。出土した河原も、前述の様式のもののみで、補修用の瓦などは見られない。以上のことは、この寺は、創建からあまり時を隔てずに、建物ごと別の場所に移転した可能性を示唆している。天武天皇2年。 六百七十三年十二月十七日、おの王、美濃の王君で、美濃王と同じと、キカオ・マロが、増治氏に任命され、この時に寺を、くだの地から、高市の地に移したとあり、大安寺資材町、日本初期の同じ日の城に、美濃王と、キカオ・マロが、作り高市大寺氏に任命されたとある。この前年の天武天皇元年、六百七十二年は、人身の乱で、 天武天皇、大甘王子が勝利している。皇子に寺を移した年は、天武天皇の父女名天皇の三十三回忌、母斎名天皇の十三回忌にあたることが指摘されている。日本初期、大安寺資材町には、天武天皇六年、六百七十七年九月、この高市の大事を解消し、大観大事としたと見える。その後も、文武天皇、 在697年から707年の治世に至っても大幹大臣の道の造営が行われている状況が伺える。ただし、天武町の大幹大臣、高市大臣と文部町の大幹大臣の関係については、1965年、昭和40年に田村義長が別事節を唱えた。その後の発掘調査や研究の進展、口述により、 両者は別の場所に立っていた可能性が高いと考えられている。解消前の高市大臣の所在については不明であるが、か山の西北、藤原宮の東にあった木の本廃寺が有力候補とされている。平城京戦都に従い本寺も、神都へ移り、大安寺、現地は、遺構が残ることとなった。後に編まれた、尺に本記には、事号の読みを、大工案大事とあり、 おほつかさの、おほてらという読みも付されている。文字通り、官律の大事という意味である。寺跡は年月を経たが、この地には道跡と、道跡の土壇が残り、ここが、大漢大事の跡であるという伝承が、近世からあった。幕末から明治初期にかけて、岡本桃里という人物が寺跡を調査した際には、道跡には四十五個の祖跡、道跡には、 新祖と十四個の祖跡が残っていたが、百八十九年、明治二十二年から始まった柏原神宮の造営時のために、祖跡はあらかた持ち出されてしまった。なお、銅跡の土壇については、付近の生字名を、行道といったことから、行道跡とみなされていたが、後年の発掘調査の結果、正しくは、近道跡であることが判明している。1九0四年、 明治三十七年に、本沢清三郎が調査した際には数個の礎石を残すのみであったが、礎石を抜き取った後の穴は残っていた。本沢が作成した見取り図によると、道は桁行き9件、張間島、道は片五軒であった、間は、長さの単位ではなく、柱間の数を意味する。1973年、昭和四十八年から1982年、 昭和57年にかけて奈良国立文化財研究所の行った発掘調査によって伽藍配置が明らかになった。伽藍配置は中門、近道、坑道が南北に一直線に並び、中門左右から出た回廊が近道に達し、回廊で囲まれた方形の区画の東側、近道の右手前に等が位置する一等一近道式の伽藍配置であったことが確認された。 近道、塔、中門、回廊、坑道のほか、地域を区切る、掘った手柱兵の存在も画乱の東方、西方、北方で確認されたが、回廊内の西側、近道の左手前には、建物跡が検出されていない。東西の回廊はさらに北方に続き、坑道の背後で閉じていた。つまり、坑道の周囲は、回廊で囲まれていた。塔は、 初層一辺に柱が六本並び柱間が五つという、片五軒の大規模なもので、伝承の通り九十頭であったと推定される。近道の平面規模は桁行、桁雪軒、四十五メートル、張間島、二十一メートル、塔は片五軒、十五メートルであった。アスカ時代の他の大地の近道の平面が十五十一メートル程度、塔が片点五メートル程度であるのに比べると、格段に、 大規模なガランである。地域は、藤原家の情報に合わせて計画され、東が東四を王子、西が東三を王子、南が十条王子、北が九条上関路で囲まれた地区に位置していた。発掘された地域跡からは、焼け土や焼けた瓦が検出された。屋根のたるきが焼け落ちて地面に突き刺さった痕跡を残している箇所もあり、中門、回廊などは、 建設工事の足場跡の穴にも焼け跡が見られたことから、これらの建物は建設途上で火災にあったと見られる。以上のことから、この寺は、近藤などの主要建物が、ようやく完成し、注文、回廊などは工事中の段階で火災にあったことが、判明した。平城経営の移転の年次については、生死、俗に本記には、記載がなく、いくつかの説があるが、令期2年。 七百十六年の移転と見るのが、通説とされている。この説の根拠は、俗日本記の霊記二年五月上に、元号寺を左京六条四坊へ移したてるという意味の記載があるが、この元号寺を大幹大寺の動きとするものである。なお、不走略記によれば、アスカの大幹大寺は和道四年、七百十一年に火災があったとし、 すなわち千との翌年の平城経への移転前に火災に行ったことになる。さらに出土した土器や河原、福弁八弁蓮華文献丸河原と金星唐草文献平河原の変年から、この仮覧の混流は天武町までは遡らず、児統天皇の末年から文武天皇の初年頃、七世紀祭末期であったとが推定された。以上のことから、 前述の天武町に建立された高市大寺とは、年代が合わず、高市大寺と、大寛大寺とは別の位置にあったとする説が有力となっている。移行は、現在も奈良県飛鳥村小山にあり、現在は、国の史跡に指定されている。寺跡の北には、山と三山のうちのか山、南には、飛鳥清原の宮跡が位置している。和道三年。 710年の平城経への遷都に、従い、飛鳥地方にあった7世紀建立の寺院のうち、宝光寺、飛鳥寺とも、元号寺、薬師寺、遷都後の薬師寺,寺、馬屋坂寺、馬屋坂寺、かつては山品寺、幸福寺などは神都へ移転している。大館大寺も、説では、令期2年、716年に、平城京左京六条四坊の地へ移転し、大安寺となった。 これらはすべて後に、東大寺、西大寺、法隆寺、あるいは、東正大寺と共になんと七大寺に数え上げられている。平常系の街路は一丁、約109メートルごとに、五番目城に配され、四丁ごとに走る、東西路は一条王子、二条王子、南北路は一坊王子、二坊王子、と名付けられていた。大安寺の正門にあたる、 南大門は六条王子に面して建っていたが、地域は六条王子の南側にも伸び、東西三町、南北五町に及ぶ広大なものであった。伽藍配置の特色は、東西両島、七十島が、近藤から大きく離れ、南大門の外側、南方に立つことであり、大安寺式伽藍配置と称されている。この時代の大安寺は、元号寺と並んで、 日本における三論宗の二大流を成した。三論宗は、随代に、歌唱大使五蔵、四十九年から六百二十三年、が大成した宗派で、里志蔵の弟子で、当に十六年間滞在した留学像。同時は、五国経典として重視された、新薬、金三脇最小王名を日本にもたらした安寺の整備に尽力するなど、同時は、奈良時代に、 上代仏教史上重要な人物である。大安寺史財長の天平19年、747年の記録によれば、当時大安寺には887名の僧が居住していた。闘僧、岩神を日本へ招請するため、唐に派遣された府省と栄誉、空海や西長と交流のあった、ゴ蔵、また、最長の死に当たる行表も大安寺の僧であり、大安寺が 日本の上代仏教の発展に果たした役割は大きかった。天平8年736年、大安寺には、行基、理教、栄誉、不傷らの招きにより、インド像の菩提仙奈、闘争の道仙、林優、チャンパ、現在のベトナム像の仏鉄が来庁して滞在するなど、幾家像、留学像を含む著名な僧も在籍した。菩提仙那は、 東大寺大仏海岸の同志を務めた僧として知られる。とが平安系移り、天朝六年、八百二十九年には空海が大安寺の別棟に補いされるなどしたが、仏教は当時や延略寺を中心とした密教に中心が移ったために、修風は振るわず、また境内や仮乱の消失が相次ぎ次第に衰退した。神仏集合では、八幡神を勘定。 上元元年、八百五十九年し、元岩清水、八和田宮を創建している。広人元年、千十七年の火災では、本尊社家如来像と等々を残して、ことごとく消失し、以後、かつての規模を取り戻すことはなかった。文禄五年、千五百九十六年の、慶長伏見地震による損害の後、近世には、衝動一つを残すのみであったという。 大安寺の旧本尊、間室作り釈迦如来像は、大安寺資材長に、天寺天皇発願の像と記され、名作として知られていた。平安時代末期の法圓六年、1140年に、なんとの所持をめぐった、大江近道の七大寺巡式は、薬師寺の本尊像、元尊、国宝についての記述の中で、薬師寺の本尊像は、優れた作だが、 大安寺の釈迦像には及ばないという趣旨のことを述べている。平安時代末期に和洋彫刻様式を完成させた仏師、町長も大安寺の釈迦像を模索したことが知られている。この釈迦像も今は失われ、見ることができない。なお大安寺自身により、学術論文集、なんと大安寺論争、なんと国際仏教文化研究書編、1995年、平成7年と、 大安寺市、資料、1984年、昭和59年が刊行されている。境内、国の史跡には、本堂、聖堂、稲泣き堂などが立つが、いずれも近代の建物である。上記の六軒九区の木彫仏は、奈良時代末期の政作と思われるが、いずれの像も破損が多く、各像の両腕などは大部分候補のものに変わっている。天平年の、 大安自治財町にはこれらの像に該当するものが見出されないことから、それ以後の造流と思われる。これらの木彫物は、作風的に、東照大寺の旧行動物像群との類似が指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。